弟が君主としての運命を全うしたのなら、私自身も帝国との契約を守りきることで、この運命に準じようと決めたのです。君は間違ってる。どんな辛い運命であろうと、それに抗い、戦い続けてる人を僕は知ってる。与えられた境遇、姫と呼ばれる立場にうぬぼれず、必死で戦ってる人を僕はずっとそばで見ていた。だから、 盗み合いの時間も終わりですわ。決着をつけましょう、主様。なんだ今のは。刻撃とでも名付けましょうか。意識というのは呼吸と同じですわ。どれほど集中していようと、 必ずそれが途切れる瞬間があります。のその瞬間を攻撃する。お別れです、主様。これも帝国との契約を守るため、悪く思わないでください。僕の戦いはまだ終わってない。帝国が滅びた今も続いてるんだ。理想を願った君や君の弟と同じように。ああ、 君の動きの予兆がほんのかすかに読み取れた。君が初めて感情的になったおかげでそれが見えたよ。人でない私にまだそんなものが残っていたなんて。